お金持ちから見ると庶民はお金がかかってないんだ。だって金持ちになったことないから金持ちの気持ちが分からなくて勉強不足で反省だって。お金持ちから見るとって言ったってさ、俺がお金持ち出したのが39歳からだぜ。言っとくけど俺多分あなたよりもお金ない環境で少年時代を暮らしてますよ。ええ。本当に大変な思いで大人になってますから、お金がなくて大変な思いも知ってますし、うん。だけど、お金がないから大変だっていうだけでやめなかったですからね。自分でなんとか頑張って今のポジションに進んできてるんで、お金持ちだから貧乏人の気持ちがわかんないとか、そんなわけじゃないですよ。本当に。だって俺お金がなくたって、街で暮らせましたし、病気になったら病院行けましたし、道路で安全に歩道で歩くこともできたし、車に轢かれて歩くこともできたし、信号にも守られたし、電車も乗れたし、バスも乗れたし、で、お仕事したいと思ったら、子供の頃でもアルバイトさせてもらいましたし、時給1000円とか、ね、800円とかもらってバイトしたこともありますし、8時間働きゃ1日暮らす分ぐらいのお金は何やったって手に入る国なんで、そんなに困ることないと思いますけどね、なんかね。で、それがあったのは本当にね、たくさん稼いでる人たちがこの国をいっぱい作ってくれたおかげだったんで、そのおかげで教育も受けられて、いろんな社会のインフラを利用して、やっとこの地位までたどり着けたんで、はい。もう本当に人間として何にも場所変わってないけど、平和に暮らせてるこの世の中で一生懸命頑張ってそういう力を手に入れられたので、俺はすごくそういうことに感謝してます。だからいっぱいお金稼いでくれてる人とか、日本の大企業とか、世界中から外貨を獲得してくれる大企業もいっぱいあるし、そういう会社がね、昭和の時代とか世界のトップ企業に何十社も入るぐらいみんなが一生懸命働いてたくさん稼いでくれた企業があったりとか、富豪の人たちがいたりとか、そういったことがしたことでね、俺らは豊かな日本に暮らすことが今できてるんで、俺は常にそういうことに感謝しつつ、だから今も自分がお金いっぱい稼いでもなるべく困った人のために使おうって思って使ってますし、そういうことだと思います。まあ、そんなに反省とかしなくていいと思うけど、本当にお金持ってる人だってね、収入の少ない人の100倍ぐらい平気で税金払ったりしてますし、1億円税金払ってる人はね、100万円収入ない人100人分の収入以上の税金を払ってますからね。そういうの考えるとバランスがいい感じになってるなと俺は思うんだけどな。ただ税金の使い方がさ、間違ったことが多いから、困ってる人が格差が広がっちゃったりとかさ、貧乏な人がそうもっとひどい環境になっちゃったりとかってすることが今は問題になってんじゃない。だからもっとやっぱりそういったところに正しい使い方ができるような政治を我々が選ぶべきだと思うよね。選挙でそういう政治家をたくさん選んで、我々が参加して票数を増やして、ちゃんとした政治しないと票がもらえない議員になれないんだっていう選挙に参加する、やっぱりそういうことをしていかないとダメなんじゃない？